にちは、S&D です。今日は筋肉の疲労回復や怪我予防におすすめなアイテムを紹介していきます。そのアイテムがこちら、マッサージガンです。これは前提なんですけど、この商品を提供いただいたからおすすめしてるとかいいところばっかり言ってるっていうわけではなくて、私たちは本当にいいと思ったものしか動画にあげませんし、おすすめをしませんという前提で見てください。そもそもマッサージガンって知ってた？うん、名前は最近結構聞くよね。結構最近流行り始めてない？うん、流行り始めてる、ね、もしかしたら昔からあって気づいてないだけかもしらんけど、うんうん、名前は聞いたことある、はい、けど、まあ、どこまで聞くのかとか、うん、その辺までは知らなかったかな、うん、そうだね、うん、家でできるマッサージって言ったら、その押し圧でやるか、うん、電気当てるか、うん、とかぐらいしか。そうだね、あとはちょっとこうストレッチポールとか、うんうん、そうだね、そういうアイテムを使って、うんうん、こう自分の力を多少使ってやるみたいなやつしかないよね、うん、っていうぐらいマッサージガンを詳しく知らなかったんですが、今回 UFIT さんから商品をいただいて1週間実際に使ってみました。どうだった？めちゃくちゃ良かった。私もめちゃくちゃ良かった。うん、何がいいかって、うん、疲れない、うん、あ、指がね、自分の、そうそう、自分の指が疲れないし、うんうんうん、まあ、ストレッチポールとかもこうコロコロしてればいいんだけど、うん、ちょっと体幹使うじゃん。あ、分かる分かる。あ、ストレッチポール乗るかっていう、なんか、あ、分かる、ちょっとした決心、うん、がいるんだけど、これは本当にめちゃくちゃ軽いし、女性が持っても全然疲れない重さだし、うん、ただ当てるだけなので、うん、テレビ見ながらとか、うん、ちょっとこう携帯いじりながら、うん、足とかだったら、うん、隙間時間とか寝る前のちょっとした時間とかに疲れずにやることができるから、うん、すごい習慣に取り入れやすいかなと思った、うん、本当にストレスなく習慣に入れられるというか、うんうん、むしろこれをやって寝た方が次の日の朝の感じがいいというか、うんうんうん、そうだね。すごい痛いのももしかしたら想像してる方もいるかもしれないんですけど、全然痛くなくて、本当にちょっと強い振動がこう来る、うん、こういう感じでみたいな感じなので、バンバンバンっていう痛いのを想像してる方は全然痛くないよっていう感じで、うん、だからといってすごい弱くこうポン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 みたいな感じではないよね、うん、ない、うん、やってる時はなんかあーっていう初めての感覚、これで効果あんのかなって思いながら、でも全体の筋肉をこうほぐす感じでやってみようと思ってやって、うん、逆の腕に行こうと思った瞬間に全然違うって、うん、分かる分かる、いうのを実感する感じ。そうだね、やってる時はでも気持ちいいよね、普通に。あ、気持ちいい。痛気持ちいいわけじゃなくて、なんか、うん、痛くない、ちょっと小商売かなぁ。そうだね。まあ、でも電気に若干近いかもしれない。ああ、そうだね。ほぐしてるって感じ。そうだね。そんな感じだね。うん。うん、で特にバレエ着てる方は、こう、ももとか張りやすいけどさ、うん、押しづらいじゃん、ももってさ。押しづらい。押してもらうとさ、人に。うん。小商売くない？ここって痛いし。無理。無理やん。うん。でも自分でやるとしたらなんかさ、そう、効いてない感じがするんだよね。うん、でもこれだったら前もも、ね、ふくらはぎのケアにもすごいいいよね、うん、自分の届かないっていうか押しづらいところも手が届くし、うん、すごい扱いやすいです。まずそもそも指圧でさ、うん、自分で背中押すって無理やん、うん、やってもらわないと、うん、それをさ、糸も簡単にさ、持ち方をこううまくするだけでさ届くもんな、うん、もちろんスポーツやってない方も、うん、デスクワークとか私たちもしてるんですけど、うん、夜帰ってきて1日が終わると、うん、結構足パンパンになるじゃん、うん、むくみとかで、そういう方でも隙間でパーってやるだけで本当にむくみがその日のうちに解消できるから、うん、次の日にちゃんとリセットした状態で、うん、爽快な足で会社に行ける感じだよね。そうだね、うん、私むくみやすいやん、もともと昔はいつも某指圧ソックスを履いてたんやけど、うん、だから遠征行く時も私さいつも持って行ってたやん、うん、であれを車の中で履いて、うん、むくまないようになるべくってしてたんやけど、私30を超えてから夜中足つったりとか朝起きる前につったりするって言ってたやん。それがさ、ほんまになくなった、うん、これやってから、うん、しかもなんか足触ったら次の日とか全然柔らかくて、こうリアクションここまでしたらほんまかいって思うと思うけど、マジ、うん、いろいろやってきたからね、そのむくみ解消のもの、うん、そうだね、そうだね、うん、もちろんそういう指圧ソックスとかも効果がないわけじゃないと思うけど、そうそうそう、一番手軽で、うん、でやってる時もこう気持ちよくマッサージできて、うんうん、でちゃんと効果もあるっていうのがこれかなっていう、そうだね、うん、
では、このマッサージガンの使い方を簡単に説明します。上にボタンがあって、長押しすると電源がつきます。こんな感じで、4段階やって、1、2、3、4。これがマックスです。こんな感じ。全然痛くないです。こんな感じ。で、長押しすると止まるような形です。で、ここに充電するところがあって、もともとこの線が入ってるんですけど、それにこの iPhone の充電器をつけて、このように充電してます。で、アタッチメントが4種類あって、この丸いのがマッサージガンといえばこの形みたいなのが見たことあると思うんですけど、これは全身の筋肉に最適です。これが大きな筋肉に最適なもので、これがピンポイントの筋肉に最適です。で、最後、これもポイントに効くものなんですけれども、引っ張って、取って、押し込んで、つけるっていう形で、この4種類全部、マッサージをしたい場所によって変えて使っていくっていう形ですね。で、これは、このような状態で収納することができて、これを折りたたんで、チャックを閉めて、パッと。すると、これで遠征に持っていくことができます。今はなかなか遠征に行けないですけど、私たちが遠征するようになったら、これは必ず持っていこうと思ってます。では実際に使ってみたいと思います。私は大体2とか、今3なんですけど、3あたりでこう、私ここがめっちゃ反応よ、捻挫してから。だからここを結構やる。ここからさ、ここからここにかけてめっちゃいいよね。いい。で、膝ジャンパー膝だからさ、この筋肉が張るから。でも本当はこうアタッチメント変えて、これでやるといいみたいなんですけど、これでやっちゃう。服の上からでも全然大丈夫だし、服なくても全然普通に滑るので、ボディークリーム塗ってるような感覚だよね。ボディークリームの方が私めんどくさいんだけど。わかる。なんていうの、寝る前にテレビぼーっと見てるんだったら、これしながら見てる方が絶対に体に。なんかボケーっとしながら。そうそうそう、なんか、あー疲れたーって思いながらやることが多い。バレーボーラーはさ、多分さ、ふくらはぎ、太もも、肩とか、ここは疲れるね。骨。おー、これ。あ、動いてる。手が勝手に動いてる。それぐらい振動はあるけど痛くないからね。足裏いいですね、結構。ここまで行ったら足裏までやっちゃうみたいな。こういう感じでやってます。これさ、持ってる手がちょっと痒くなるじゃん。そうだね。上を持つと結構振動が手に伝わっちゃうんで、下の辺を持つとあまり伝わらないんで、この上と下分かれてる下を持つのがおすすめです。注意事項は、骨直接とか、腱、まあ、膝とか、いろいろアキレス腱とか、まあ、肘とかもあるんですけど、あと首とか、こういうところには直接当ててはいけないってなってるので、あくまでも筋肉をほぐすためのものなので、筋肉があるところに当てていくような感じです。未成年者は保護者や指導者と使用すること。頭、首、心臓等は使用不可です。痛みを感じている、治療を受けている人は使用する前に医師へ相談してください。詳しくは製品のホームページをご覧ください。で、これのお値段なんですけれども、税込み1万2000円となります。買っていただければと思います。はい。前ちょっとネットで調べたことあるんだけど、他のマッサージガンってもう少し値段するよね。そうだね。もうちょっとこう大きくて。そう。かなりでかくて、電源が取らなきゃいけなくて、2、3万するものが、まあ、相場かなっていう。そうだね。安くて値段もちっちゃくて、効かないんじゃないかって思うかもしれないんですけど、全然そんなことないよね、これ。4段階あるし、パワーは全然あると思います。はい。で、今回特別に S&D の動画を見ていただいて、概要欄のリンクからご購入いただいた方は 5% オフで購入することができます。1万2000円の 5% オフなので1万1400円でご購入いただきます。バレーボールとかスポーツをしている方の練習前とか練習後のケアはもちろん、会社員とかで普段こう足がむくんでる方とかにもおすすめな商品なので、興味のある方はぜひ概要欄から詳細を確認してみてください。パフォーマンスを上げるために日々のケアもしっかりとしていきましょう。また次回の動画でお会いしましょう。